明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日はあの世田谷区民でですね、はい、松任谷正隆さん、はい、そしてユーミンさん、はい、お二人と新年、1月1日の、方法をですね、はい、あのこれから語っていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。お二人が世田谷に住んだというのは結構長いですか？多分、はい、あの33年ぐらいかな。33年は世田谷です。そうですか。そうすると、デビューから40周年ということ で、はい、でそのほとんどはこの世田谷をベースに活動されてきたということになりますね。そう言われると不思議な感じがしますね。そうなんだ。で世田谷区がですね、はい、去年で区政80周年だったんですよ。ですからちょうど世田谷区の歴史の半分を活動していただいているということになります。はいはい、でこの場はあの実は猪俣邸といって、はい、まあ、後ろにお庭も広がってるんですが、あの初めてじゃないですか？はい、初めてです。あの吉田磯谷さんという建築家の方が作ったあの非常に広い敷地で、うんうん、あのお茶室も2つあったりしてですね、区民のボランティアの方があの登録してとてもご丁寧に、はい、あの維持をしていただいてるんですね。あの昭和のモダンというか、はい、昭和の時代にはものすごいハイカラな家だったんだろうなって感じがしますよね。世田谷区にはこういうところって他にもあったりするんですか？はい、あのいくつかあります。はい、はい、ところでですね、あの今年新年2013年を迎えたわけですが、あの昨年一昨年は東日本大震災からあのまだまだあの、まあ、今もねその復興というのはまだまだなんですけれども、もうその非日常の中で取り組んできたことはとっても多かったんですが、新しい年にですね、あのお二人の抱負をまず伺っていきたいと思うんですが、松任谷さんからいかがでしょうか？そうですね、個人的な仕事はともかくとして、人としてはもっとフレキシブルになりたいですかね。うん、なんかまあ予想もしえないことってのはいろいろ起こるわけ で、うん、で自分の意思とは何だろう反するようなこともいろいろ降りかかるわけで、そういうのに対してこうフレキシブルな人間でありたいなという感じでしょうかね。ユミさんはいかがですか？そうですね、私もあのフレキシブルっていうことがどういうことなのかと思いますと、みんな人はその時その時に何が一番大事かっていうのが刻々入れ替わっていると思うんですね。それに素直に対応していきたいと思います。あのこう概念に縛られずに今大切だと思うことに力を注いでいけば、大方のことは乗り切っていけるのではないかなと思います。まあ、あの私もですね、あのちょうど、世田谷区というこの88万人のですね、まあ、かなりあの大きな規模 の自治体なんですね。でこの自治体の中であの、まあ、全てがこう出来上がって、繰り返されてるっていうことではなくて、やっぱりあの細かいことでもですね、あの子どもたちの声によって、子どもたちの環境が少し変わっていくとか、まあ、その当事者の一人一人の住民の声であのそれが届く街、とても難しいんですが、規模がでかいから、だけどそこをぜひ近づけていくようにしたいなというのが私の抱負です。
刻一刻変わっていくでしょ、いろんなことが、ね、意見も刻一刻変わっていく、はい、なかなか大変ですよね、そういうのは。でお二人が世田谷に長く住まわれていて、どんな点が、まあ、印象的というか、あるいは、まあ、世田谷区民の皆さんに見ていていただいているので、ちょっとお二人の世田谷感みたいなことを伺いたいと思うんですが、ユミさんいかがですか、ね、はい、緑が圧倒的に多い区だと思います、はい、それだけにこうメンテナンスにね、お金もかかるかもしれませんが、目に見えないものにもそのエネルギーがたくさんある区だと思います、うん、マイナスイオンが飛んでるし、見えるわけではないんですけれど、うん、何かこう物質で目に見えるものがだけが大事だと思っている人にとっては良さがわからないんじゃないかなと思います、はい、公園も多いですし、うん、日常的にもたくさん歩いてます、うん、結構よく歩いてらっしゃるんですね、はい、ものすごくよく散歩してます、うん、素敵なところがいっぱいで、だから気に入ってずっと暮らせているのかなと思うんですね。文化にしても自然にしても、本当に目に見えないところに価値がたくさんあって、それが23区の中でも最もある場所なんじゃないかなと思います、うん、目に見えない価値が充満してますか、いかがでしょう。いや、僕はほとんど世田谷に近い杉並区で、世田谷区で育ったようなもんなんですけど、なんかだから自分のイメージではやっぱり一番ふるさとだしに近いし、他のところになんかもう行く気は全くないですね。なぜないのかなって思っていくと、うん、なんかこう昔から透明感があるところなんじゃないですかね。それと新しいもの、新しい大地といったら変だけど、新しいこうことがこう普通にこう受け入れられる場所のような、うん、11月に発表された日本の恋とユーミン聞かせていただきましたけども、はい、今おっしゃったその透明感とか、うん、なんか新しいものを取り入れながらとか、なんかこう割とこうスーッとこう動きながら景色が開けていくみたいな、そういうユーミンさんの音楽なりマットレさんのプロデュースとちょっと重なるところありますか。あ、それはあると思いますね、うん、サウンド、まあ僕がサウンドを作るものなんですけど、うん、ベースになってるのは育った街だったり育った価値観だったり、うん、なんかこう今受けてるそのなんか空気感だったりしますから、ね、うん、そうすると詩に地名が書いてなくても、はい、やっぱり世田谷で生まれた歌ってたくさんあります、ええ、ほとんどそうかもしれませんね。そうですか、はい、世田谷でたくさん歌を作られてると思うんですが、例えばこんな曲が世田谷でっていうのは教えていただけますか。まあダジャレなんですけれど、はい、透明感、先ほどから出てるね、透明感、透明高速も見えますし、まあ昔、荒井由実時代に中央フリーウェイというのを作ってますけれど、はい、全然料金もただじゃありませんが、はい、なんて言うんでしょうね、そういう、 こう明かりが移動したりする感じ、それも少し郊外で、うん、夕暮れの光が移動していったり、そこを車の明かりが移動していったりっていう感覚はこの町ならではだと思います。昔からそういうものが好きだったとは思うんですけれど、それとピンポイントではですね、はい、今ふと思い出したんですが、アニバーサリーという曲で、区長もその定劇で見てくださった、はい、最後の方の死に
至る真っ白い世界のシーンで歌ったものなんですが、あの歌のラブソングではあるんですけれど、いつかは会えなくなるということをベースにね、今愛する人を大切にしようっていう、まあ、メッセージを込めたんですが、その歌のどうしても専門的に言うと大サビっていう部分が詩が浮かばない時に、近所を例に言うと散歩してたんです、はい、そうすると発想が湧く時がありまして、で近くの神社の石段を登っている時に木漏れ日がね、六角形とか見えたんですよ、チカーッと。それが今でも焼き付いているんですけれど、で、今朝の光は無限に届く気がするっていうフレーズだったんですけれど、それは神社で見た光のプリズムみたいなものから作りました。そこで啓示を得たという。そうですね、まあ、私にとっても、まあ市長として仕事をしようと思った原点になったのが一昨年の東日本大震災なんですね。でちょうどそのことでマット屋さんからお話があって、はい、あの公開講座じゃなくて、はいはい、出て大学の講座ですね、はいはい、で、お話をするのがきっかけでしたけども、あの東日本大震災、そしてまあ原発の事故も続いてあった。その中でとても多くのことを考えたと思うんで、私も考えました。区民の皆さんとか見てらっしゃる皆さんも考えたと思うんですが、そのマット屋さんはいかがでした？いやいや、本当にね、最初は何事かってこう自分の中でもパニックになるわけだけれど、うん、それからこうずっと、まあ、自分でも考え、人の意見も聞き、そして、まあ、最終的に大学の講座で区長にも出ていただいたやつで、僕の中では一つの決着がついた。でそれは自分にとってすごく大きかったんだけれど、ものすごくシンプルなことに気づかされましたよね。その答えは要するに隣人、隣人との付き合いをいかに上手に付き合うかに、人生はそれに尽きるなというところまで行きましたけれども、ね、やっぱりいざその災害の時には一人ないしはその、まあ、家族だけでは生き延びることができないですよね。もう一気にガーンって、まああいう天災のようなことが起こると、うん、当然救急車なんか来ないし誰も助けてくれなくて、その時一番助けになるのは隣の人、うん、っていうことですよね。ユーミンさんはいかがでした？一人一人に人生があるっていうことを以前から もちろんそう思いつつ、スタッフとの連携とか仕事を続けてきましたけれど、すごく気づかされる、リアルに間近に それぞれの 大切なものがあるんだっていうことを気づかされて、なんか大人になったような気がするんです、自分自身がね。だからそういう眼差しを持って何かにこれからも対処していけたらなって、あんまり答えになっていないんですけれど、実は私仙台生まれなんですね、はい、宮城県の。でちょっと友人に聞いたら、その東日本大震災の後ですね、はい、春よ来いのプロジェクトで、はい、仙台で最後のコンサートをなさったということですけども、はい、まあ、どんな取り組みだったのかということを教えていただきたいと思います。まずその仙台がラストにあたった
ツアーというのをその年の春から、はい、春からってことは地震の後ですね。そうですね、後なんです、はい、なんかそれを決行するかどうかっていうところで、うん、まずけんけんがくがくになりまして、でも普通の状態を見てもらう、こういう時だからこそそれを持って行くということが一番の、なんて言うんでしょうね、安心をみんなに持ってもらえるんじゃないかと思っていたところ、 NHK の SONGS という番組で、歌の千羽鶴のようにたくさんの人に書き込みをしてもらって、そういう連帯感で希望を持とうっていうプロジェクトがツアーと合体して実現の運びになりました、はい、僕はちょっと違う考え方なんですけれど、うん、まあ、被災者の方ってに自分が被災者だったらどうなんだろうっていつも思うんですけれど、助けてあげる、助けてあげられる、あげる、助けられるっていう関係って僕はきっと嫌だなって自分だったら思ったんですよ。なんかだからみんなで楽しんで、助ける方も助けられる方もみんなで楽しんで、なんかこう特攻して、それがこう最終的にその自分たちの復興にももう本当に微々たるものかもしれないけど、はい、なってったら面白いじゃないっていう、うん、面白くて楽しくて、その助ける助けられるの関係じゃないものだったら面白いんじゃないっていうのが始まりだったと思うんですね。だからなんかこうみんながイコールな感じで、あの企画が生まれたんですね。で、仙台が最後になったのは建物が壊れちゃったからです。なんか最後大合唱だったっていうのを聞いたんですけど、はい、最後になってよかったかなと思いますね、うん、本当に最初からなんかショーがスタートするときにあんなことで、でもそれによってショーの内容も随分変わったし、うん、メッセージも変わったんですね。途中で海のシーンとかが出てくるんだけど、これをどうするか、あの海のシーンを出すことですごい津波を思い出させてしまうかもしれない、でも僕らは違う意味合いで作ったんだけど、これをどうするかとかもいろいろありました、ね、世田谷区でもですね、ちょっとこれは相当長く支援していかなければいけないだろうと思っていまして、特に子どもの、育つ環境の、保育園とか児童養護施設とかに使ってくださいということで、市町村単位で少しずつ支援金をお願いしているので、また今年も続けていきたいと思うんですけど、松戸屋さんには実は世田谷区でいよいよ今年まとめて、作り上げていく基本構想のシンポジウムにも出ていただきました。で、20年後の世田谷区のビジョンは、こんな風にしたいっていうことをですね、まあ、今ちょうどこう新しい年に入ってまとめていく時期に当たるんですけども、まあ、改めてその世田谷区、まあずっとお住まいになってきて仕事もベースを置かれてきたこの世田谷区がどんな区になっていくとさらにいいかというあたりをちょっとイメージをお願いしたいと思います。でも僕多分保坂さんの考えてらっしゃるイメージ限りなく近いと自分では思ってるんですけど、うん、なんかやっぱりこう垣根の低い、うん、精神的にこうなんて言うんだろう、隣とつながってる、うん、まあそんなのが理想的ですよね。しかもなんかこう鬱陶しくない、うん、なんか都会人は
とかくこうやっぱりこう隣人とかで言うと鬱陶しいとかなんか面倒くさいとかそういうのあるけれど、なんかこうそれをうまくこううまく昔のいいところとそれからやっぱり今のいいところをミックスしたこうなんていうんですかね、精神的にタイトなあのつながりのある句というか、お互いにあの互いを大切にしながら、あまりこうもたれ合いすぎることもなく、もちろんあの倒れそうな時には支えなければいけないわけですけれども、まあ、あの爽やかに付き合っていけるというところでしょうね。ユミンさんはどうでしょうか。20年ぐらい先の世田谷区をこんな方向に持っていきたいっていうような。でも世田谷って本当にそのどこか の, あのパリやロンドンやニューヨークでちょっとこう体験するぐらいの距離感で全部できてる気がするんですね。そのバランスを20年後も保っていられるにはどうしたらいいかのアイディアっていうのはすごく必要だと思います。パブリックな場所とその居住空間とにすごくアイディアを持って、みんなが集まれる本当の自然のところをきっちり保護して、こういう残すべき素晴らしい美しい建物にも敬意を払い、とにかくいろいろなアイディアが実際には必要だと思いますけれど、今のこの世田谷区のバランスっていうのを保っていただけたらなと思います。あまりじゃあ一つの面に例えばまあこうずっとこうビル街になるとかっていうことは多分ないと思うんですけどもね、はい、ただそれなりにいろんな要素がある、うん、まあ世田谷区には農業をやってる方もたくさんまだいらっしゃって、リンゴなしとかですね、ブドウ園があって、はい、ワイン作ってらっしゃる方もいたりとか、瀬田の方ですけど、うん、卵もありますよね。そうなんですね。それだけのそのまあいろんなものがこう多様にある感じっていうのをどうやって残していくかってことなんですけども、うん、あの区長になってですね、まあ日々いろんな出来事があるんですが、ってびっくりしたのは二子玉川で今比較的大きな公園を造成中なんですね。でその公園ちょっとかなり広いものですから、そこで苗木を用意して、いわゆるその命の森を作るというプロジェクトで、区のお知らせで募集したんですよ。一緒に植えませんかと。はい、そうしたら700人近い方が、ね、ものすごく多かったです。で、親子とかで皆さん来たんで、1400本の苗木でも2本で終わりなんですよね。700人いるから。だそれは毎日新聞社がヘリでこう撮ってくれていて、それを見るとなかなかすごいなこれはと、うん、森はでも星ですからね。20年経つと立派な森になるという話なんですね。だからやっぱり放っておいてしまうと、まあどんどんこう緑が少なくなってなんか潤いみたいなものがだんだん減ってしまう。やっぱり世田谷区でも人口が西の方でどんどん増えてますよね。そういう中にしっかりとそういう緑の拠点みたいなものはぜひ作りたいなと思ってます。保、うん、坂さんとしては、うん、世田谷区のイメージってどんなイメージなんですか。やっぱり先ほどの話とちょっとつながるんですけども、まあ、ゆりかごのようにいろんな雑多な要素がこうその中で混ざり合って、やっぱり新しい価値が生まれてくる地域都市、そんなイメージがあります。受け入れやすい感じがありますよね、空気的に。そうですね。あとやはり新しく入ってくる人に対して排他的じゃないっていう部分もあるんじゃないかと思います。そうですよね。まあいいじゃん、日本全国から
あの海外からもいろんな方が見えていても、まあ、それなりにこう融合しながら、あの、まあ、地域のつながりなんていうのをね作っていける、そんな良さがあるのかなと。あのやっぱりあったかい人たちが多いですよね。うん、したがってあのギスギスしたそのどういうんですかね、こう鎧兜を着ないと危ないぞみたいな感じというのが少し少ない、あの普段着で、あのやっつってこう繋がれるような、そういう良さって東京なんだけどあると思うんですね。地元意識っていうのは過剰にない感じですかね。あ、それそういう意味では過剰ではないかもしれないですね。あと、はい、あのかつて映画の撮影所とかがいくつかあったわけで、はい、あのそういう関係の住宅地などもそのまま、まあ正常もそうですけれど、なんかこう文化的にあの先端なものっていうのを取り入れやすい気質があるんじゃないかなと思うんですよね。画家の方もたくさん住んでらっしゃいますし、あの元の区長の大場区長がやっぱり画家の方とのこう付き合いが非常に深くて、で世田谷美術館につながっていくとか、まあ、世田谷文学館もかなりですね、あの人気のあるあの展示を毎回やってますし、それから三軒茶屋のパブリックシアター、あの今度ちょっとあの、今年改装してですね、少し設備更新をする予定ではありますけど、大変、まあ、あの人気のある劇場として、まあ、続いています。あの世田谷区でも、まあ、やっぱりその文化芸術表現ですね、こういうことがすごくこうはあの、まあ、配慮されてるんだというか、もともとそういうことをあのユニさん、マットエさんも含めて多いわけですけれども、まあ、さらにその街の中にそういうあの、まあ、目に見えない空気が漂ってくるみたいな街にしていきたいなと思うんですが、なんかあのアドバイスがあったら、ご希望とか提案があったらお願いしたいなと思います。その通りだと思います。その通りです。あの、マトエさんいかがですか。提案ですか。はい、提案ですか。やっぱり今割と、もしこう日本の中でアンケートを取って一番おしゃれなあの東京都の区はどこだって言ったら、僕あんまりこう渋谷や港区あたりを言う人は少ないんじゃないのかなとなんとなく思っていて、やっぱり世田谷じゃないのっていうイメージはあるような気がするんですよ。で、まあそのイメージはきっと土地から来るものだったり、山の手っていう響きから来るものだったり、いろいろあるんだろうなと思うんですけれど、そこからさらに踏み込むと今度はもっとメンタルな世界、うん、つまりあのまた隣人の話になっちゃいますけれど、それの新しい形態みたいなものである、そんなことも含めて、なんかこう人と人とのこう洗練された関係が今後生み出せるといいなと。あの区長になってから取り組んだことの中に、自然エネルギーをもっといっぱい使おうっていうプロジェクトがあって、あの世田谷の屋根ですね、太陽光発電をということで、まあ、随分たくさんの方が去年、2000人近い方がこうどうだろうかって電話とかあのメールで問い合わせをいただきました。あの実際にあのそのうちの半分の方ぐらいがですね、かなり真剣に検討してくれて、まあ、あの実際に着く家とそのあのなかなか条件とか向きとかあって、あの全てのところに着くわけじゃないみたいなんですが、でもそうやってやっぱり暮らしの中からあの自然エネルギー、太陽光とかあと太陽熱ですね、使っていきたいという人が結構多くて、でしかも集合住宅のベランダとかでもですね、こううまくその取り入れて使えていくような、そういう暮らし方が世田谷発で、
できればですね、できそうな感じしますけど、なんかそういう形で、まあ、東日本大震災と原発事故でものすごく揺さぶられた、まあ、私たちが、まあ、本当小さい可能性かもしれないけど、まあ、こんな方向で行こうよと、それからお互いの地域の中でのこうつながりは普段は楽しいこと でやはり厳しい災害は本当に手を取り合って乗り越えるというなんかそういうきっかけ作りを、もともと世田谷区っていうのは盛んなんですね。無数にこう区民のサークルとかあります。でもそこは比較的薄いところもあるので、そこはまあこうもっと濃くしていくということをしていきたいと思っていて、ぜひマット屋さん、ユーミンさんにもですね、その世田谷区の新しい活性化のためにこれから今年からさらに今までも お願いしてきましたけれども、またぜひお力をお借りしたいので、でちょっと最後に、見てらっしゃる、聞いてらっしゃる区民の方に何かこうメッセージをマット屋さんから、そしてユーミンさんからお願いします。メッセージですかメッセージですか、はい、なんか偉そうなこと言ってすいませんでした。これがメッセージですそうですか、はいはい、まあ皆さんに迷惑をかけないように暮らしていきたいと思います。いや、もっといいアイデアをこれから出してください。はい、はい、いや、いいです。ただ音楽をやってるっていうのは牛乳瓶に刺した野の花でも、カサブランカより美しく感じられるような、魔法をこれからも使えたらなと思ってますので、それはそう感じてもらえる感性がないとまたそうなりませんし、力を合わせて見えないものの豊かさを感じられる、そういう住む場所にしていきましょう。ありがとうございました。お二人の松任谷正隆さんと、ユーミンさんと、まあ、二人のアーティストのやっぱり、新しい年にその、まあ、魔法のような力も時には使ってですね、やっぱりすでに世田谷区にあるこう良さをさらにこう見方を変えたり、そこにこう、少し加えたりしながら、いい街にしていきたいと思います。今日はお二人とも本当にありがとうございました。よろしくお願いします。これから